はい、皆さん、毎度毎度。はい、今日はね、5センチの長さに髪の毛を切って巻いてみましょう。はい、これが約7センチだから2センチ短くなります。短いね、これ。5センチね、5センチで切っていくことが実際あり得るかどうかね。5センチ巻くってのはやっぱりないだろう。ちょっと6センチでやってみましょう。6センチでね、6センチ、もう6センチになっただけでもう若い人は巻けねえんじゃねえか。7センチだあなんとかな、巻けかもしんねえけど、そもそも測るったって測るもん持ってないでしょみんな。これがこのロットは白いロットが5センチだからね、これよりも1センチ長いぐらい。ね、はい、これで約6センチ。ちょっと5センチはちょっと短すぎるよね。この昨日はちょっと何センチだっけ、昨日は7センチだったんだけど、7センチは巻きやすかったね。はい、今日は6センチになったらどうでしょうか。ちょっと前髪がねえな、これ。ちょっと前髪のところ巻きづらいね。はい、ちょっともう、はい、6センチね。まあ、大体この長さと比べてね、ちょっと6センチより長いかもしれないけど、はい、これは何ミリで巻けるでしょうか。はい、もうペーパーを押さえます。まず遠くに行ってみましょう。はい、遠ミリは毛先が入って1回転半ぐらい巻いてるかな。結構巻きやすいね。だからウィッグは本当巻きやすいね。でウィッグで巻く練習するんだったら、よいしょ。はい、じゃあ11ミリね。はい、11ミリ。これあっと滑っちゃった。これよくやるよね。こんなのお客さんの頭で2回も3回も続けてやっちゃったら お客さんイラつくかんね。ね、よいしょ、はい、はい、11ミリ。ちょっと待ってね、ペーパーがかなり余って出てきちゃうね。ね、ペーパーがちょっと余って出てきちゃうね。はい、次は12ミリいってみましょう。まあ12ミリ、5センチ、6センチは負けるね。6センチ、12ミリね、6センチ12ミリ、はい。はい、じゃあ13ミリいってみましょう。13、14いってみましょう。1個飛ばしてね。これはもうパーマの限界超えてるよね、こういうのはね。こういう長さの人が来たらどうする。この前来たおじさんの頭はこれより短かったからね。これをさ、14ミリで巻いたからってこれでパーマがかかるかってことだよね。こういうんで巻いてさ、太いんで巻けますってエツに入ってね、自己満足でこうやって太いんで巻いてパーマがかかるかってことだよね。ねえ、はい、今度はこれを一回やったんで、はい、次はもう1センチ切って5センチぐらいにしてみましょう。はい、やっぱり5センチ以下に切ること自体が大変だね。はい、5センチね。はい、5センチに切ってみましょう。ちょっと5センチ以下に切るのが大変だよ。5センチ以下っつうのはもう。ちょっと人間の指だと、もう自分の指だと、自分のカットの仕方だと5センチ以下に切るのってのは結構難しい、しんどい。はい、5センチ5ミリってところかな。5センチ5ミリっていうところだね。はい、これをバインディングしてみましょう。もうこれはちょっと、はい、5センチ5ミリをバインディングしてみましょう。これは巻きづらいね。
これは巻きづらいね。遠ミリだね。まあこれ遠ミリでも実際太いよね。パーマのかけて仕上がりしたら遠ミリなんかでこれ巻けるからって巻くとテストが分かんないでオーバータイムさして、あの根元に変な癖つけちゃったりするんだよね。ぐちゃぐちゃパーマにしちゃうんだよね。まあこういう長さの時はもう素直にね、ああ6ミリがいいんだろうね。まあ8ミリちょっといってみましょうね。8ミリね。はい、まあ8ミリ、8ミリでも太いわ。うん、まあ、5ミリぐらいの太さだろうな、この長さだったらね。ね、じゃあこれピンクで巻いてみようか。ピンクで、ピンクじゃもう巻けねえだろこれね。え、12ミリね。はい、12ミリね。巻いて巻けねえことはねえけど、5センチの長さね。これでパーマがかかるかどうかっていうのがあれだよね。でテストカールが見えないとオーバータイムさせちゃうからね。そうするともう根元に輪ゴムの変な跡がついちゃうから、まあ、素直に細めで巻いてね、まあ、こういうのはもう6ミリぐらいで巻くべきだよね。でパンソフトパンチっつうんだからやっぱり緩めだから、まあせいぜい8ミリか7ミリ、まあ、7ミリなら、まあ、余裕で巻けるね、まあ、7ミリで巻いてテストが見やすければね、5分でかかるっていうのが分かればね、5分で2匹つけちゃえばいいんだからね。はいはい、5.55mm、 5センチ5ミリの髪の毛を巻いてみた。はい、みんなもちょっと巻けるかな、練習してみましょう。